鉄道や飛行機、さらにバスやモノレールに代わる次世代の交通システムの開発現場に WBS のカメラが入りました。私たちの未来の通勤方法も変えるのでしょうか。その現場は東ヨーロッパのベラルーシという国です。ベラルーシ共和国、ロシアやポーランド、ウクライナなどに挟まれた東ヨーロッパの内陸国だ。この日は雪で気温は氷点下に。首都ミンスクから車で1時間ほど行くと、かつて戦車の走行テストが行われていた場所に着いた。あれは何でしょうか。全くですね、見たこともないような乗り物が今私の頭の上を通り過ぎていきます。あちらにもですね、また別の乗り物でしょうか、雪の上を滑るようにですね、こう走っていきます。でしょうか。乗り込んでみると、かなり速いですね。こうした乗り物を発明したのは、技術者のアナトリー・ユニツキーさん。これは14人乗りのシティ・ユニバスという乗り物です。最高速度は時速150キロです。ユニツキーさんは3年前、次世代の交通システムを開発するスカイウェイテクノロジーを設立。現在5つのタイプの乗り物の走行実験を行っている。取材班が最初に見たのは48人乗りの大型シティユニバス。車両を連結させて運行すれば大勢の人を運べるという。スカイウェイは世界中の投資家を招いて大規模な試乗会を開くなど、開発のための資金調達を着々と進めている。投資マネーを引きつける理由は環境への配慮と低コスト。すべて電動で衝突防止センサーを備えた自動運転なのだ。割とスピードは出ているんですが、車内かなり静かです。モーターの音のようなものしか聞こえません。最大の売りはこうした細いレール。レールと車両のデザインを極限までシンプルにすることで、全体の大幅な軽量化を実現した。レールの建設コストは鉄道などに比べて20分の1ほどです。建設資材が少なくて済み、環境にも優しい上、全体の維持費や運行コストも鉄道などに比べ7割近く削減できるとしている。ミンスク市内の工場を訪ねた。車体の製造や開発はここで行う。動力源のモーターは自社開発。バッテリーも自社で組み立てている。こちらのバッテリーがですね、このモーターに電気を供給し、モーターが回転することで黄色いレールの上を進むという仕組みです。ただ、実際の納入実績はゼロ。このため、本社に海外から顧客を招き、技術や安全性を説明する日々が続く。先日、第1号となるアラブ首長国連邦からの受注が決まったという。この日はブラジルの地方政府の職員たちが訪れていた。We are really seriously thinking about implementing Skyway in Brazil. Lower impact, environmental impact, than the other means that. ユニツキーさんがスカイウェイのアイデアを思いついたのはおよそ30年前。最初の実験車両は
鉄のレールの上にトラックを乗せただけの素朴なもの。ロシアの当局からは開発拠点の閉鎖を命じられるなど妨害も受けたという。しかしユニツキーさんは環境に優しい乗り物を作る夢を諦めなかった。それにはある理由が。生まれ故郷を失ったことが最大の理由です。私が育った村は強い放射能に汚染されてしまいました。ユニツキーさんが育ったベラルーシ南部の村は、あのチェルノブイリ原子力発電所のすぐ近く。1986年に起こった原発の爆発事故で、育った家も勉強した学校も村はすべて放射能に汚染され、人が住めなくなってしまった。こうして地球は滅びるのだと感じました。せめて環境にいい乗り物が必要だと強く思ったんです。今そんなユニツキーさんが思い描くのは、高層ビルの間や都市の間の空をスカイウェイが自由自在に走る未来。ふるさとを失った技術者の夢は実現へ向け動き始めたようだ。